初日10レースに出走する横山選手です。今回追加ということですけれども、初めての地元記念になります。心境の方はいかがですか？追加ですけど、地元記念ということで気合は十分入っているので、あとは空回りしないように自分の力を精一杯出し切るだけです。最近の成績はかなりいいですけれども、好調の要因とか挙げるとしたら？いや、特に変わったことはやってないんですけど、練習の成果が本当に素直に出てきたなっていう感じは自分でも実感しています。前回の小松島決勝2着でした。振り返られていかがでしたか？やっぱりあそこで刺されるというのはやっぱり小林大輔さん の実力だと思うので、やっぱり自分の力のなさを感じた決勝だったので、それに向けてそこからしっかり自分としても悔しい気持ちを忘れずにここまでトレーニングしてこれたので、あとは力を出し切るだけです。練習の感じとかいかがでした？いや、本当にここまで前回終わってからここまでトレーニングしてきても悪い感じは1日もなくて、自分の中でもトレーニングがしっかりしてこれたので、あとは気持ちを落ち着かせて精一杯頑張りたいと思います。初日は軌道型が揃いましたけれども、どのような走りを考えていますか？いや、もう周りの選手はもう当然自分より強い選手なので、自分は挑戦者の気持ちを忘れずに精一杯頑張るだけです。最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。しっかり初日から気合い気持ちの込めた走りをしたいと思います。応援よろしくお願いします。